3月18日、自身のファンクラブサイトで、元競泳五輪金メダリスト、萩野公開氏との離婚を発表したシンガーソングライターの MIWA、2019年に結婚を発表し、2020年には第一子が誕生、公私ともに順調と思われていた二人だけに、離婚発表に驚いた人も多かったようだ。離婚理由は明かされていないが、背景に見え隠れするのが、萩野が妻を置いて、謎の新興宗教の布教活動に参加していた過去だ。本誌は、2023年6月、元競泳選手の北島康海と、元柔道家の吉田秀彦が、東欧、ポーランドから帰国した姿をキャッチ。関係者は、当時、本誌の取材にこう語っていた。彼らは、ポーランド在住のウクライナ避難民に向けて、玄米粉を届ける。世界平和人道支援団として、6月5日に羽田空港から出国、8日に成田空港へ帰国しました。店での打ち上げにはいませんでしたが、二人に加えて北島さんの後輩の萩野公開さんも一緒に渡航していたんです。実は、この活動は宗教法人、富士阿蘇山大神宮、と、その関連団体、地球、地玉、と共に生きる会、によるものだという、世界平和人道支援団、は、2022年6月から活動しており、北島は第1回から海外渡航に参加、吉田と萩野は、今回から名を連ねていた、新興宗教に詳しいジャーナリストの藤倉義郎氏は、この謎の新興宗教について、当時、本誌の取材に次のように語っていた、ふは、29年に設立、2012年に現在のように解消し、山梨県富士吉田市に移転した教団です。安倍昭恵さんが傾倒し、教団関連イベントの名誉顧問だったことでも有名です。教祖の渡辺清主氏、聖主氏は、宮下文書、宮下文字よ、と呼ばれる古文書を教義の中心にしています。神武天皇よりも以前の200万300万年前に、教団本部の場所に、富士王朝が存在した、と主張しており、宮下文書に記された古代神社の再建を、活動の中心にしているんです。私が話を聞いた信者は、境内にある三本足の鳥居の真下では、電磁波の悪影響を防ぐことができる、イエス、キリストもこの地で修行した、と話していました。教団の公式サイトには古代神社の、再建計画が示され、30億円を目標に、法産金を募っている。だが、偽史を研究する作家の原田実氏は、根拠とされる、宮下文書について、歴史学者の間では、ずさんな偽文書とみなされています。と、やはり当時の本誌取材に懐疑的に話していた。本誌は、萩野も所属し、北島が社長を務めるマネジメント会社と、吉田が柔道部総監督を務める、パーク24に、渡航と府について尋ねたが、どちらも、回答を控えます。というのみだった。MIWA が萩野のこうした活動をどこまで知っていたかは定かではないが、SNS では、メダリストか揃いも揃って、しかも年代もバラバラなのにこのまだ設立十数年の新興宗教にて活動しているなんて、と、五輪の金メダリスト3人が新興宗教とつながっていたことへの驚きの声が複数上がった。加えて、MIWA と萩野の離婚についても、信仰の自由ではあるんだけど、片方だけが宗教にはまり出したら結婚生活は厳しいだろうな、話が通じなくなりそう。宗教だけではなくて、自分のパートナーが何かに異様なほどに傾倒してて、それに理解や共感できなかったら、ちょっと無理かもしれない、MIWA ちゃんも気の毒、など、MIWA に同情する声も多く上がった。萩野との離婚を発表する文面の中で、これからも変わらぬ情熱を音楽に捧げていくとともに、大切な人を守れる地面のような人になれるよう精進してまいり、ます、と綴っていた MIWA、萩野は、残念ながら、大切な人を守れなかったようだ。ネットの声、自分の会社の元事務員も石の力とかスピリチュアルにはまり出して、この前神社に行ったら龍神様が現れてくれたから写真に収めたよ。で目をキラキラさせて言うから見せてもらったら、木の枝と葉っぱの隙間が見ようによっては見えないこともないぐらいの龍的な隙間が映っていた。否定してはいけないと思い、すごい、と言ってあげた。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。